そんなに急がないで。ボスと戦いたい気持ち、なんとなくわかるけど先に、私が相手させてもらうわ。あなたには今まで散々刻印されてきたしね。その次は私。あなた強いかもしれないけど、私たちも本気出すよ。お、待てってんだよ。俺がいないのに勝手に面白そうなこと始めるな。ふん、誰かと思えば H 子で、泣いてた男の子じゃない。ちょっとは強くなったの？いいわ、2対2で戦いましょう。おお。ジュンとの共闘だ。あー、めんどくせえ。勝って、まあ、しかもリフレクターかよー。別々狙うな、めんどくせえなー。あやぴかー、こっちか。しかも右狙えばよかった。あーし、ナイス。スカタンクレベル46。オッケー、解放者。あ、うっとしい。いいね、攻めるね。コンビ HP 高っ。猫だましきそうだな。なんとか君に頑張ってもらいたい。経験値稼げ。あ、ああ、それやっちゃう。どうせ熱い芝でしょ。いやでもあっちの方が早いかな。ブニャット意外と早いんだよな。ちょうどリフレクターなくなった。くらえい。あー、ダメか。ゴンベごと。あー、そういうことか。まひまひまひ。ごめんごめんよ。悪気はないはずなんだ。あ、いいよいいよ、それいいよ。分かってんじゃん。ナイス。
さあレベル48、ドクツラ、ゴルバット、ゴルバット、岩なだれ、イケズリ、あー耐えるか、集中砲火なんかごめんよ、ポニータ、あーごめんよ、あ大丈夫か、地震じゃねえもんな、でもこっちで確実にやっといて、あ両方倒した、ナイスいや、そんなことよりもよ。来た。ガブリアス来ました、意地っ張りガブリアスだぜ、かっこいい、へっ、俺のポケモン強いだろ、俺も強くなれるんだよ、とはいえ今はこれが限界かな、やべこれ使ってやる、はい、おい鍋、あとは任せるからな、よし、おお、パルキア、これは、素晴らしい、美しい、まさに新しい銀河の宇宙の誕生だ、なんだユクシエムリットで、アグナムト、お、収まった、赤い鎖が崩れなくなってしまった、それになぜ新宿のポケモンエムリットがお前のそばに現れる、いやそれよりまだ銀河が消えただと、許さん、あの3匹もう一度捕らえ赤い鎖を作り出してやる、その前にお前を叩きのめそう、よかった、フィジカルじゃなくてちゃんとポケモン勝負で、さーて、ちょっと待って、初手さーないとできますか、急所か、
あ、でもそっか、強運だからほぼ確実に当たってしまう。まあでも大丈夫でしょう、マジカル社員だ。ピントレンズかなんか持ってんだ。持ってるとすれば確実に急所じゃない、今の確定急所。なかなか厄介なことしてる。光の壁ありかもしれない。いやーでもな、別にいっか、済んだりしねえもん。次はクロバットか。クロバットね、クロバットの相手はそうだな、ここでガブ行こうか。頼むぜ。でもクロバット相当足速いからな、気をつけないと。岩なだれだ。トンボ返り、何に変わるの？あなた残りの手持ちどっちもあの岩タイプに弱いですよね。あーなるほど、で俺の読みではここは多分氷の牙を打ってくるということを見越して千葉コールの交代。ここで問題が、相手より千葉、こっちの千葉コールが早いかどうかなんですけど、一応ボルトチェンジ。あーなんか持ってた。あ、よかった、仕留めれた。じゃあガブリアスで。マニューラか、マニューラは豪華される。インファイト。さあ減らしきれるか。残念だったな。しっかり対策をしていたようだが、ここはギャラドスやっぱね、立ててあげないと。氷の牙、ナイス。ナイス。どうしたお前。よしよし、あ、コントローラーが消えた。あれ、コントローラー電池切れかもしれない。ちょっと待ってね。はい、お前にとって本当の究極とは何だ。本当に美しく輝く幸せを知っているのか。まあいい、私はいつか必ず神となってみせる。そして究極のものを自分のものとしてやる。お、
空間の神パルキアが怒っているのか悲しんでいるのか、ただ私には鍋を待っているように見える。何を試そうというのか。行け鍋、パルキアと向き合うのだ。その心の声を聞け、思いを確かめろ。そうすれば赤い鎖で無理やり呼び出され力を使わされたパルキアの暴走も止まる。なんだかそう思えるのだ。鍋くん、さっき純くんに会ったよ。鍋くんのことを信じてるって、あいつなら大丈夫だからって。私も同じよ。だからあのポケモン助けて。銀河団に無理やり呼び出され、あんなに苦しんでるポケモンを。よっしゃ、どうしようかな。一旦レポート書いて。というわけで、工程だね。ヤロドさん、ありがとう。あばゆくばなんかな、控えめとかなんかそういう世界出てきてくんねえかな。パルキア、かっちょいい。いや、もう使っちゃうよ。赤木がよこしたんだからな。きた、かっこいい。まあ、ドラゴンタイプでね、パーティーかぶっちゃうけど。鍋、お前は何という。よくやってくれた。本当によくやってくれた。これほどドキドキしたことは60年の人生で初めてだ。博士ったら、あの後いろいろ調べて、それで鍋くんのことすっごい心配してこんなところまで来たの。鍋くん無事でよかったね。さあ帰ろうよ。誰の未来も誰の世界も何者かによって奪われるものではないのだ。待てよ、あそこのコントローラー待って、やっぱりね、おかしいのよ。どれ？ダメ！一番ダメ！ちょっと待って、これ厳選させてもらっていいですか？電池切れ、コントローラー電池切れちゃってね、接続切れたから、ちょっと急遽、ロイコン使ってんですけど。調子悪い状況なんですよね、これ。見せて。きゃーきたーい、二発目できたー。これはいただきでしょう。きたー。まあ、欲を言えば控えめとかよりだったら、なんかね、両党っぽいステータスでいてくれた方が使い勝手、旅場では使い勝手良かったかもしれないけど、これはやばい。パールキア大先生来ましたね。あ、レベルが低いからな、ちょっと優先的に立てよう。なんかパールキアにつけるのにこんなねえ、ちょっともったいねってか、逆になんか申し訳ねえな。なんかつけよう。なんかいいのあるかな。
どうつけるのがいいかってよくわかんないから適当だ。つけすぎてもよくなさそうだけどね。おほほ、まあまあまあ妥協しましょう。んで、そうだな、何個覚えさせられるかな。波乗り、あ、空説だ。いやー、竜の波動とか欲しいな。ネット覚えないんだ、バルキアって。火炎放射。なるほどね。まあ、一滴覚え出してもいいかもしんねえな。レベル上げとか、なんかいろいろ技範囲欲しいし。あと、なんか冷凍ビームとか欲しいね。多分覚えるでしょ。いやー、来た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 、これは来た。あ、なんかある。白玉。全財とかじゃないからね。はい、はい。完璧。途中なんか取れないた気もするけど、まあいいや、戻っちまえ。まあ多分、ユクシーエムリットアグノムも捕まられるんでしょうけれど、まあ、とりあえず一旦いっか。あ、そういえば、ここにいいのがあるはずだな。く、埋まる。神様ちょっと放置しますけど、なんか出た、ゴールダック。ほうほうほう。いやー、ははー、来た、かっこいい。悪空切断。かっこよすぎでしょ。しれっとここの野生ポケモンレベル40だもん。ケーキ中うまそう。はい、吹雪ゲット。さてと、そうすると早速ですけど、これまあ個人的に冷凍ビームの方がね、命中率とか安定してて使いやすかったりするんですけど、まあいいでしょう。技構成がひでえ。はい。じゃあとりあえず今回はここまでにしておきたいと思います。そうですね。じゃあ次回は、
どこだっけ、あの利子湖のほとりあたりだったかな。そこからここに向かって進めていくことになるんですね、なぎさシティ。あー、トバリから行ってもいいな、回復もしたいしね。うん、そうしましょう。はい、じゃあ、今回はここまでにさせていただきまして、次回、トバリジムを目指します。トバリじゃねえや、なぎさシティを目指したいと思います。ではポケットモンスターシャイニングパール実況プレイのパート31、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。